こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今画面に出ているのがですね、左側が10月1日現在、要は今年の受験生向けの資料ですね、10月1日現在で、右側の資料が、12月15日現在の、それぞれの高校への志願者数をまとめた、資料です。で、こちらは県の教育委員会の方から、発表されていますので、そちらをぜひご覧いただければ、もうちょっと見やすい形で見ることができるのかなと思っています。で、だいぶ不人気が募ってきてしまっている春日部東ですね、こちらが 0.96、0.90 っていう形で定員割れ状態です。で、去年の倍率を見てみると、春日部東は 1.06 です。ですので、それ以前の 1.1 倍を超えていたところから、春日部東はだいぶ不人気が、進んでしまったよねっていうことになります。で、春日部東は、だいぶ厳しい指導で有名なので、そちらを嫌っての、不人気なのかなというところです。そこへ至る推移が去年は 1.08、0.99 で定員割れするんじゃないのかなというところから、持ち直しての 1.06 ですので、越谷高校を狙ってたんだけれども、下げて、春日部東へ落ち着こうかっていう、お子さんとですね、あるいは春日部東には手が届かないだろうと思ってたお子さんが、春日部東指導は厳しいけれども、その指導をしっかり乗り越えていけば大学進学につながるんじゃないのっていう見方で、下から上がってくる生徒さんがここでだいぶ動く、だいぶといっても10人20人動くと、このぐらいの倍率は変わるよねというところになってきます。一昨年が 1.01、 春日部東高校ですね、 1.03、 横ばいでギリギリ定員を確保していたところが、一昨年は 1.14 まで、実倍率を上げてきていますので、そういったお子さんが、10人増えるだけでこの倍率は大きく変わってしまうことが、考えられます。ですので、不人気でこの 0.96、 0.90 という数字を見て、じゃあ春日部東行ってみようかっていう、お子さんがここから動くことが予想されると思います。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。